どうも、全国269億万人のですね、暗黒リスナーのファンの皆さん、こんばんは。仕事しすぎてちょっと痩せたですね、横山万太郎です。よろしくお願いします。暗黒ルール、慣れ合わない。ね、どこぞの誰かさんみたいにですね、とにかくコラボ三昧で慣れ合いしたくありません。慣れ合いしてるやつって大概気持ち悪いじゃん。自分一人で配信できないもんだから、誰かとですね、組んでコラボしたりして、そんなことはしてね、一切いたしません。で、出会いません。配信を利用したですね、出会い中行為はですね、一回もやりません。で、笑わない。そして、こじきもしない。そんな国放送をですね、やっております。何？受賞韓国兵団舐めるのは別に舐めてないし、興味ないっす。落とし子の話しろ。なんかさ、ちょっと、ね、滝沢ガレソさんのね、ニュースにもあったけど、ニコニコ生放送の某男性配信者ね。なんか、うなちゃんマンの息子みたいな顔して、阪神タイガースの格好をしたね、おっさんがさ、なんか知らんけど、やらかしたらしいんだって。びっくりしちゃったよ、俺。今日、体調良くないっす。だから、バイト休んだ。今日はちなみに体調不良によりまして、アルバイト休みました。ですね、いつだったかな。あった、これだ、これ。いかん。こいつさ、顔出すと、大軍団、こいつ。こいつって大軍団だったとするとね、通報されちゃうから、あんまり顔出したくないけど、こいつって大軍団？この人って、大阪のつまんないズの大軍団だとすると、またね、肖像権侵害を使っちゃうからね。肖像権侵害を使っちゃうからね。配信者のくせに、肖像権侵害とかされちゃうと困るから、例えばね。だからちょっと、出せないけど、大阪オモンナインズの一味がですね、まあその、風俗店、デリヘルかな？デリヘルに行ってですね、なんとですね、無断で配信をしました。そうしたところですね、通報されまして、風俗嬢との会話からですね、特定されて通こん報なさもれなんもて、ないしな、ほドかンドンに。ドン、ドンドンドンってね、すごいノック音がして、そいつビビりながら、はい、はいって言って、開けてくださいって言ってね、ガチャって開けられて、そうしたらですね、2人組の男が乱入して、なんかすっね、きりするお前もん何言がわしれたたいんら。や、お前何がしたいねん、お前何がしたいねんって言いながら、バチン、バチン、バチンって言ってね、すいません、すいませんって言いながらね、なんか男の SM プレイなんか味わっちゃってさ、オプションで、テイクアウそトいでつ。何？ね、呼んでも頼んでも面ないね、白いそれ、男テイ2クアウ人ト組で。のボコボコ SM プレイながら、ね、頼んじゃってさ、ほんでボコボコにされて、すぐ入ってきれ、ニコニコやってんだろって選挙行言ってかね、バんレだ。て忘れてて、たんだって。ニコニコね、切って、ごめん。電話かけてくんだよ、これ誰だよ、こいつ、電話するやつ。配信中にかけてこないで、悪いけど。何？本当にミラーしてんの、俺のこと。あ、それは助かった、ごめんなさい。つまんないおっさんの配信が裏で流れてたそうで、ごめんなさい。ありがとうね。教えてくれて。51歳児の、どうせ食える、ね、もう僕に食べさせないでよ、とか言いながら、ツイキャスでね、かそっちゃったもんだから。こっち来たおっさんがいるんだって。ありがとう、教えてくれて。ツイキャスで、かそっちゃったもんだから、こっちに出稼ぎに来たおっさんがいてね、キレゲーやってんの。な。早くさ、ニコ生お前、捨てたんだろ？あっちでやっときゃいいじゃん。ねえ、なんであいつこっち来るんだろうね。カソックンがこっち来ちゃったらしい。あまりにかそりすぎちゃったもんだから、ついに、こっち来ちゃったんだって、ニコニコに。ダッサいよね、金稼ぎに。ね、お前はね、どんな言い訳しろ、必要が、金を稼ぎに来たの。かそっちゃって。いつまでお腹痛い芸やってんだろうな、あいつ。いや、本当にいなくなってほしいの、あいつ。俺嫌いだから。マジで人間的にも嫌いだし、関わりたくないくらい嫌いなのね。つまんないし。だからに、ずっとツイキャスだけでやっててほしいんだけどさ、なんでこっち来ちゃうの、あいつって。ね、なんであいつこっち来ちゃうの。あっちに行ってほしい、マジで。俺顔赤い？熱があるんじゃない？見てない、見てない。多分、ちくらんでついてたんじゃない？でも教えてくれ、ありがとう。つまんないおっさんだから、ごめんね、ついてて、鬱陶しい、音声がついてすいませんでした。つまんないおっさんの。いや、あいつ、面白くねえじゃん。面白くないし、心霊配信やればウケるな、牛しびしみたいな感じで、ツイキャスのキッズにこびて、やってるあたり。それが気持ち悪い。なんか。で、台本組むじゃん、普通に。
車が壊れて何もかからずね、車壊れちゃってよとか言ってさ、ね、JRA 呼んでさ、なんか直したりして。本題系？うん。ね。あ、そう、目白郎のくんのさ、金玉画像が山ほど送られてきたんだけど、あれやめてください。俺んところにね、土曜日か日曜日ぐらいに、目白郎がね、お腹見せるわってこうやって立った瞬間に、こうやってお腹出した瞬間に短パンの隙間から、ね、金、目地金がね、映ったものをね、気持ち悪いぐらいにいっぱい送られてきたけど、うん、あいつってさ、わざとやってんの？ね、俺ネタかどうかわからないけど、わざとやってんの？彼って。女の子向けアピールのために。いつもミミッキュのさ、ぬいぐるみ後ろに置いちゃったりしてさ、あ、わざとやってんだ。はぁ。いやめ、あれで誘い込んでんのね。そうすると。あ、ごめんなさい。連投してる人は、うち、ごめんなさい。最初に言うね。うち、連投 NG なんで。同じことをね、ずっと連投してる人はやめてください。俺がバンしなくても、運営からバンされるんで気をつけてね。うん。はい。誘い込み知らない。でも興味ないんだよね。うん、あんまり。メジックも、あと、なんだろう。タモツもやめて。タモツもいらんから。タモツもさ、悪意はないと思うけどやめてください。ね。もう、結構ね、邪魔だっていうのがあるから、やめてください。あのやつも。はい。バイトだから今日休んだって。理由は、もう見てよ、これ。今日さ、健康診断行ったら注射打つババアが下手くそで、なんかさ、こんなに赤くなったんだけど、ここ刺されて、こんな後つくなんだろ、普通に。70か80ぐらいのババアがやってきてさ、注射刺すんだけど、ずっとこれ震えてんだよ。しかも、普通痛くないじゃん、こんなん。めちゃくちゃ痛くてさ、細い針なのに。こんなやつにやらせんだと思ったけど、まあ我慢したけどさ、すごい痛いんだよね。これ、こんなに赤くなっちゃってさ。いや、アレルギーか知らんけど、下手くそじゃんだとしても。注射しないよね。健康診断42、40歳過ぎたら、もう、がん検診やってきたんだから、今日。がん検診してきて、500円払って。だから、ちょっと体調が良くないんですよね、最近。自分の話になっちゃうけど、なんかちょっとしたことですごい汗が止まらなくなるんですよ。滝のように汗が流れて、なんかね、体の不調を感じる。だからマクドナルドやってポテトフライ開けてるとさ、真冬なのに、もう全身汗だくになっちゃってさ、本当に帽子に潮吹いたぐらいだもん。だからちょっとね、まずいんです。かなり。で、今日はマクドナルドさんは休みました。アルバイトで。うん、ああ、そうだ、なんかさ、俺のこと、これこれくんも取り上げてたけどさ、盗撮したやつ人いるじゃん。やめて、ああいうこと。マクドナルドに迷惑だから、俺は別にさ、どうでもいいんだけど、マクドナルド本社に迷惑だから、盗撮するならさ、盗撮とは言わんか、隠し撮りにするならさ、一人いたんだよ、なんかおかしいのが。なんか一人いたんだよ、それはカウンターに。なんか買うのかなと思ったら、チカチカって書いてやって、似たって言われて、あ、ま、やっぱりまた来ますって言って戻る人がいたら、そんなやついないじゃん。カウンターに一人いたの、変な若いやつで、大学生ぐらいの、なんか留年してそうな顔のやつがさ、急に近づいて、タタタって近づいてきて、なんか注文、俺がレジに立ってたらさ、なんか注文するのかって言ったら、あ、やっぱりまた来ますって言ってさ、ニコニコしながら戻ってたから、怪しいなと思ったんだけど、女族にして、いや、小物が出てたって興味ないじゃん。うん。あんなメガネ親父にディスられたところで何のダメージもないから、お前なんかにディスられたこと言って。ね。うん、リスナーさん？わかんないけどさ。まあ別にいいけどさ。で、とりあえずまた行きます。僕のね、ツイッターにも書いたけど、今働いてるところから、次回は違うところに行ってほしいというところでね、命令がね、ありましたんで、かけてくんだよ、これ、ね。命令がありましたんで、ちょっとですね、行きます。暑い。はぁ。あ、靴忘れたわ。靴取りに行かないかん。そこに、靴。靴をですね、靴と帽子とエプロンと全部取りに行かなきゃいけないな。まあ、めんどくせえな。靴、置き忘れた。大津彩香が落選した本について触れるは当たり前じゃん。うん、だって当選するなんて本人思ってないもん。あれはね、お金を使いましたよというアピールがしたいから出ただけだよ。
そんだけだよ。アピールがしたいだけだよ。でも自民党は過半数だったね、今回。ちょっと見てたけどさ、やっぱり石破官房長官のね、あの人柄がよくなかったのか、あの裏金使ってた連中が多かったか知らんけど、自民党過半数で、んで結局ね、あの立憲民主党が多数取って、俺が一番びっくりしたのは、石破官房長じゃないの？あ、官房長官、あの 石破首相か、今首相になったかな、あいつ。あいつ、あの伊達眼鏡かけてさ、あいつってさ、まあ、あいつっていうのもなんだけど、なんか目がおかしくない？石破の。なんか写真で目がこっち向いたりあっち向いたりさ、なんか目の終点が違うんだよ、よーく顔見てると。石破の。なんか、だから知らんけどさ、ポーツはみんなにくいってこんな目細めてさ、なんか、ゴロリみたいな目ん玉してるじゃん。あれ、写真なの？石破って。うん。写真、病気だったらごめんなさい。石破。写真で調べる、写真。うん。そうなんだ。まあいいや、テリー伊藤みたいな感じなんだ。まあ、佐田さん系なんだ。でももう自民党さんね、でもこれで何も変わらんからね、うん、俺も選挙行ったけど、なんか、どこに入れていいかわからんかった。入れたくない人はどうしたらいいの、あれって。入れたくないっていうさ、部分もしてほしいよね、なんかあれ。何一つ入れたくなかったわ。うん、どこ入れたん、それは言わない。ただびっくりしたの、令和新選組が6議席も取ったんだな。それが俺一番驚いたよ。令和新選組だよ。山本太郎の。なんかその、障害者の、ね、方が、ね、出てきて、なんかわーわーって言ってるとこ。びっくりしたね。なんか、ねえ、どうなんだろうね、この国は。この国はどうなるんでしょうかね。令和が一番まともなこと言ってる。それ野田総理か、お前は。野田総理ですか、あなたは。野田総理がね、なんで令和新選組を応援してるかっていうと、山本太郎にただ認識して覚えられてるっていう、そんだけの理由だよ。あいつが令和新選組好きなのは。あと、大したことねえだ。ね。あと、握手を無視されたとかさ、そんなしょうもない理由だろうの。うん。ゆきちゃんって、なんか、ツイッターに見たけど、ゴリがなんかリツイートしたけど、今回の選挙の意味がわからんって言ってたわ。うん。参議院とか衆議院って何ですかっていうさ、小学生でもわかるよ、そんなもん。なあ、衆議院は、衆議院で物事を決めて、参議院で、なんだろう、通すか通さないか、まあ、俺もよく詳しく分かんないんだけどね、実は僕もね、雪レベルで分かりません。はい、何のこと、何の選挙が、それを国民に伝わってないことが一番問題だよね。それがね、多くの国民に今何の選挙やってるかということが伝わってないことが一番の問題だと思います。うん、はい、元政治家ですけど、今やアルバイト定員で時給ね、1000円ちょいぐらいで、コツコツとポテトあげてるね、ポテおじですよ。ね、ただのポテおじですわ。ただの。ね、ポテフェノールは秋山ですよ、ただの。僕なんか今。ね、同情されてさ。うん、本当に。こんなね、赤い服着ちゃって何やってんだろうって思うよね、うん、シフト出してくれって言われたけど、シフトって分かんないのね、1週間前のシフトなんてね、1週間ごとにシフト出してほしいって言われたけど、シフトなんて分かんないじゃん。どうやって作ればいいのかも分かんないし、バイトやりますよ。あとこれ見た、リスナーさん、この人、出会い系アプリに登録したらしいですよ。はじめまして、カズって言います。趣味は漫画を読んだり、アニメや映画を見ることです。仕事は日にちなど、融通が利くので、ただのニートだろ。結構自由に暮らしています。所属ストリーマーです。真面目にお付き合いできる方を探しています。ということでですね。これがリスナーさんに発見されて、それを晒されたら、彼ね、逆上して、警察に来ますって言ってね、警察に行ったバカです。本物のバカです。はっきり言いますが、もう一回3回目ですけど、本物のバカです。恥ずかしいんだったら登録すんな。部下でも何でもねえよ。
出会い系アプリまで手出すとは思わんかったわ。俺そういうのやらないもん一切。なん出会い系アプリとか怖いじゃん。なんで知らないやつと出会わなきゃいけないのと思わん？ねえ、そのなんかわざわざさ石川県からその東京にやってきた赤ねレッドなレッドイニシャルね G さんみたいな名前の人いたじゃん。あいつ本当に気持ち悪くない？お金がないからって言ってリスナーからモバイルバッテリーをこじ引きしたり、早く帰れよお前東京に来ずに、なあさっさと帰れよ。何しに来たお前。え、何歳のあいつ？俺知らない。子供かとか知らないよ。全然可愛くないじゃん。なんか二重まぶたのアイプチもさ、バラバラで失敗したような目ん玉してるしさ、どこがみんなそんなに好みでんの？だからあいつアイシャドウ濃いんだよ。ね、アイプチ、目ん玉にさ、その二重まぶたがうまくできないもんだから、一重まぶたを強制的にアイプチするとああいう目ん玉になるんだよ、女って。で、黒くね、アイシャドウ塗ってごまかしてんの。全然狙ってない。興味ないもん。興味ないし、自分の体をね、そうやって平気でさ、俺のところに送られてきたら、おっぱいこうやってペロンって出したりさ、男なんて裸を出せばちょっと喜ぶんでしょ、うっふんみたいなあたりが嫌なの。ね、なんかその、まああまりね、そんな若いやつにガタガタ言うこともないか。いや。あまりガタガタ言うこともありません。ご自由にしてください。ご自由に。見てない見てない。大したこと興味ないもん、何しに来たのかなというだけで、早く帰ってほしいんだっけ。天使イオに近づくな老害が俺じゃないよ、あれ牧原だろ。牧原がイオナズン T シャツ渡したってなんかツイッターでまとめられて送ってきた。僕じゃないですよ、命令者の、別に天使イオさんはイオさんでね、頑張ってくださいというぐらいで、特に僕は何もしてません。いや何もしてないよ、牧原だよあれは。手下じゃないです。立花が書類送検された？知らない。いつされたの？いつ？今日？いつされたのそれ。立花さんって結構前からされてたじゃん、そもそもは。何してされたの？え、さっき？マジで？え、なんで？何行為で？なんでストーカー？何したの？いや、ガチなの？俺ち、嘘でしょ？立花さんが。立花高瀬やけど、本当に？だってこの後選挙出るんだよ、立花さん。警察動いたかな、選挙に出るってなった瞬間に。いや、特に出てないけど、そんなニュース。あ、本当だ、出てる。選挙 .com に出てる。立花隆を書類送検つきまとい容疑。政党党首の女性につきまとい行為をしたとして、警視庁が政治団体 NHK から国民守るとの立花隆党首57歳を、軽犯罪法違反容疑で書類送検したことが分かりました。これで？これが隙間といこう。参議院会館前で大津彩香を見つけたので、このまま彼女をちょっと追いかけて公開討論会をしてみたいと思います。これ公開討論会仕掛けただけじゃん。これはね、たまたま見つけたから公開討論会を仕掛けに行ったっていう、そういうあれじゃないの？党首だから。走ってる走ってる、めっちゃ走ってるんだけど、立花さん息切らしてる。これ隙間取りに当たるんだ。文句悪いんやったら公開討論会でもしようよ。ねえ、おっさん、おっさん、やかさん、逃げるんですか？脅迫しないでください。これが脅迫なんですか？質問してなきゃね。あなたは私のことを名指して批判してるでしょう。あなたは私のことを名指して批判してるでしょう。110番してください。じゃあ脅迫だって言うんだったら
110番してくださいよ。質問に答えてくださいよ。逃げなくていいでしょ。110番して待ってればいいでしょ。ああ、脅迫ですよね、これがね。質問してるだけでしょ。もうだから待ってればいいじゃないですか。はい。何が問題があるんですか。おっさん逃げるんですか、そうやって。黒川敦彦に対してあなたいろいろやってるんですよね。私のことを出してるでしょ最近。まさかと思うけど、立花さん自身が自分で撮って YouTube でね、大津彩香にインタビューしたのが、それが逆に証拠となって書類送検されたんじゃないでしょうね。逆に自分で撮影したものが逆に証拠となって書類送検されたんじゃないでしょうね、これ。NHK と今、浜田さんも辞めるとか、辞めるというか、党名変えてさ、選挙出るとかさ、もうわけわかんないよ。立花さんもなんか兵庫県から立候補するとか言ったんだけど、でも NHK から国民守る党ではなく、無所属で出ます。しかも、受かろうが受からないがどうでもよくて、なんか、その、知事がいじめられてるから、それを助けに行くためになんか出馬するとか言ってた。うん。浜田は保守党、あ、そうなの？立花さんにいくら借金してんの？ 600 万っす、600万です。ちなみに言うと、電話しろ。いや、今立花さんそれどころじゃないでしょ。書類送検されたって言うけど、今忙しいんだよ。今警察、うん、テレビ売れてんの知らない。そういえばテレビ売ってたな、ポテト差し入れしろ。それ怒られるわ。俺が今からさ、立花さんに今からポテトで7、ね、寿命7分ね。ポテトはね、もうこれ公式で出てるけど、7分間以内にやらんと全部廃棄になるから、ポテトを7分以内に届けるのは無理です。でも俺はしなしなポテトが大好き。なんかさ、カチカチポテトよりもちょっとしなった方が美味しいんだけどな。ポテトってふにゃふにゃのさ、なんか森尾石のチンポみたいな、ああいうさ、なんかそのモコみたいな、ね、ガチガチとかじゃなくて、なんかもうふにゃふにゃのさ、なんかしおれたポテトの方がなんか食べやすい。わかる、それは。俺カチカチよりもね、カチカチだと口内をさ削るからさ、なんか粘膜を、だから、ね、しなった方が好き、ポテトは。そうです。森吉行もう連絡取ってない。つうか、彼俺のことももうシカトしてるから、別にね、まあ何度も絶縁するって言ってんでしょ。したければどうぞって感じ。もうこちらもあんまりちょっと聞いたけど連絡なかったから、まあそのままほったかにしてる。はい、うん、お前まだ何て書いた、こいつ。お前まだ発言の責任を未だに分かってるのに、責任あるからやってんじゃん。バカか、お前。責任あるからこうやって生放送で喋ってんだろ。 TS も残してちょっとは考えろよな。本当に無責任だったらタイムシフトを消してですね、これ動画とか録画に上げないでくださいねって言うけど、俺はもうちゃんとやってるから。過去に同じことされてんのね。自分の発言は自分で受ける。その代わり俺はね、僕はね、好きなこと言います。でも皆さんも好きなこと言ってください。 50-50 だからね。よく配信者がさ、悪口言ってで自分が言い返されるとさ、怒ってさ、え、アンチお前嫌なの見なきゃいいじゃん、なんでアンチのくせに俺の配信見てるの、カチカチカチってね、NG ぶっ込むやついるけど、そうじゃないでしょ、うん、しっかりやってますね。え、お前、ロビンソンさんのところに連絡取りたくてやったけど、ロビンソンさんからも無視されてるし、よ、ね、森からもやってられません。カナタ、あいつ、まあ、名前出しただから今、コメント読んじゃったらか言うけど、なんか方向性がもうあれしかないのかなと思ってさ、なんか気持ち悪いさ、ピンクちゃんみたいな名前のさ、化け物キャラクター演じてさ、なんか中途半端じゃん、あいつって。しかも絶対自分がバンされなくて、クリショーとかギフト欲しいもんだから、下にさ肌色の短パンとか履いてさ、中途半端なんだよねお前って、やることなすこと、うん、だから嫌われてんじゃないので、質問芸でしょ、今日の私なんて言うんだったと、うん、配信者としても結局それ止まりだし、下ネタしかできないから、うん、さっさとツイッチかどっかやったり、
なんかその声、ね、声のアテレコしてる変なアニメキャラクターで、113人ぐらいでさ、しょうもない雑談とか、しょうもない風呂配信でもやってるやろ。そっちの方がお似合いじゃない？お前にとっては。うん、囲われたいんだから。もう見るに値、俺も見るに値しない人だなと思ってるから、もう見てないよ。だから最近もう本当に見てない。ご自由にどうぞって感じ。七原の野球賭博について、なんか七原の動画がことごく消されてるという話は聞きました。でも賭博じゃないでしょ、あれって。なんか、賭博とは言えないんじゃない？別に自由だと思いますよ。それぐらいグレーじゃん。別にいいんじゃない？そんなの。どこで金にかけてんの？逆に言うと。どこか金かけるサイトなかったら、なんか、ペイペイ銀行かどっかでさ、やってたでしょ、なんか、あの、ワールドカップのさ、別にそれと一緒じゃないの？1メダルって何？その1メダルって。謎のメダルを誰、ブックメーカーってやっちゃったらダメでしょ、日本じゃ。それでか。でもさ、お前別にタレントでもないし、加藤純一でもないんだから、素人さんでしょ？別にそれバレたからってさ、どうもならんだろ、普通に。わかりません。親方の裏返しについてもう知ってるわ。何度も見たわ。まあ、かけた証拠がなければ別にいいんじゃないの？そんなの、はっきりわからないし。目白を大爆笑。そう、つかさ、旅部さ、やんなきゃいけないんだけど、メンバーがいない。誰かさ、旅部で、どっかいい場所と人がいないから、探してほしい。場所ないから。場所もね、もう、行く場所がなくなっちゃってさ。あと、新しい人いるんだよ。いやもう新しい人呼びたい。なんか一回出た人はまあね、ちょっとお休みしてもらってさ、どうか新しい場所行きたいなと思って。いや結構僕と絡むとね、その女配信者の人荒れるんだよ。だからあんまり絡むの嫌だって言われてる。要は暗黒さんと絡むとコメントがね荒れてしまって、どんなに面白いこと言っても、わっ、一斉に今まで浴びたことないようなコメントで叩かれちゃって、だから絡みたくないなっていう人が多いらしいですよ。はい。でも、なんも俺女性に対してね、その敵意をすることしてませんけどね、あんまり。なんか、その、トロはお前と関、え？そうなの？なんかデブ集めたいけどね、本当は。ニコ生の大デブたちを集めて、本当に腹いっぱい食べれる企画してほしい。誰がどんだけね、食べれるかっていう、デブだけ集めて。でも、ただのデブじゃ面白くないから、大デブがいいな。ネムコってデブじゃないじゃん。だからデブキャラに見せてるだけで別にデブじゃないじゃん、あいつって。だから最近あいつもさ、なんかもう、ワンパターン化しちゃってね、なんか、またフィットネスだとかさ、また自分のフィットネスやって自分の T シャツ売るか、誰か新しい配信や使ってコラボするか。そればっかでしょ？なんか一人で最近やってなくない？あんまり。デブ？あいつ。いや、デブではないと思う。別に見た目デブではないよ。なんか慣れ合いの楽しさを覚えちゃったんだなと思ってるだけ。見た目？いや、全然デブじゃないと思いますよ。痩せたらすごい、自演しないでください。痩せたらすごい美人ってさ、ねむこさん、自分で自作自演するのやめてください。そんなスタンアーロン、やめ、ごめんなさい。悪口、あんまりそうだね。もう、俺悪口やめるんだったら、そういえば。今年の目標は、人の悪口言わないというのが目標だったから、ごめんなさい、悪口言っちゃって。人の悪口言いません。なんとなくわかります。キューパーさん妊娠したんですか？それもさ、なんかまとめで来たけど、キューパーさんがね、なんか、大阪つまんないずの一味の、翔剣くんっていうハゲいるじゃん。なんかハゲ。あいつに生中出しされて、NN の略が生中出しだけど、それされて、妊娠したみたいなことをね、言ってたけど、なんかね、あそこの会話気持ち悪いね。なんかごたごたしてて。証券はハゲてやんだ。もともとハゲだよ。
僕は一味じゃありません。もうそんなの一切ないよ俺、全然そういうね行為がもうなくなった。なんかもう、あ、そうだ、30ね、ハロウィンって31日やってる？31日だよな。ハロウィンって何日？30日か31日どっち？ 31か。ちょっとまたなんかやれたらやります、うん、やれたらやるわ。いやあれはちょっと前回のはちょっともうあのねちょっときついっていうか、あの格好をやるって言ったら栗翔飛んだんだよ。なんか卑猥すぎたということで携帯からアプリ見れなくされちゃって栗翔吹っ飛んだんだよね。なんかあまりにも卑猥だということで、まあ別にいいんだけどさ、まあただ俺、あ、マクテインコスプレはやったらクビになるって言われた。もう先に言われた面接の時点で、そのよくSNS で問題になってて、ハロウィンの時にマクドナルド店員だとか制服でコスプレして SNS に上げた瞬間にもうクビになりますって言われちゃった、うん、できないよ。だからいや本当に言われた。それはよくそういう人がいるんだって。ちょっと買っとくわまた。なんか、うん、もうハロウィンだけはポンちゃんが一番活躍する日だから、ポンちゃんの争奪戦ですよ。とにかく俺もねポン吉がどこにいるか探すために、ね、行くようなもんだけど、どうせチャッキーだから、あいつはねこうやってねなんかいつもハロウィンになると渋谷駅でチャッキーのコスプレして、そしたら女の子がキャーかわいいって言ってね、あのバケねあいつにねキャーってこう抱きつくじゃん。それでねあの興奮を得てるやつだから、マンネリチャッキーだから 100% チャッキー。あ、また Z が飛ぶんでしょ。 Z っていうさ、あのツイキャスからこっちに来たあのつまんね51歳児のさ、カレー臭したというおっさん、あいつがもうコラボするって決めてるらしいわ、うん、ね、お前何もう一人じゃできないもんな、ね、だからお前ツイキャスからこっち来たんでしょ、かそっちゃったもんだから。ダッサいよな本当に、やめていいよお前本当に。もう配信者でもないんだからな、金稼ぎに来てるだけでしょお前って。で俺でしないもん、だって俺ツイキャスにてなんかメンバーシップとかやれるあれじゃないタイプじゃないから、メンバーシップやってさ面白いことできないもん、よほど面白いんだろうねメンバーシップやってるってことは。いや俺あいつ嫌いだもん、だって本当にやめてほしいと思ってるから。なんでニコニコに生放送に来てんのと思うもん。スイキャスでおとなしくさ尻尾巻いてやってりゃいいじゃん、台本組んで。なんであいつニコニコにやってくんのね、なんであいつニコニコにわざわざやってくんのか不思議でしょうがないよ。やめてほしいよ本当に、あいつ本当よく戻ってる。だってあいつニコニコがやりませんって言ったんだよ、言った上でツイキャスに行ったんだよ。そのくせにかそったもんだからこっち来たんだよ、稼げなくなって。一番ムカつかんダサいしね、うん、言ってたよ本当に。あいつバカだから覚えてないかもしれんけど、頭が悪くてバカだからボケ老人のね一歩手前だから覚えてないかもしれんけど、あいつニコニコやめるってキャスに行ってキャスでこれから頑張りますって言ったんだよ。で頑張ることができず人気もなくなってかそっちゃったもんだからまたこっち舞い戻ってきたんだよ。そんなやつがさね普通な顔してよく配信できるなと俺思うもんマジで、ね、リスナーのことバカにしてたのよ、だから裏ではこそこそと、ゴミだから、うん、やめてほしい本当に、うん、老害だよ普通の老害、うん、しかもつまんないタイプの老害だからさ、ファンじゃない、うん、興味がない、あのおっさんには。俺見つけたらさあのぶん殴りそうだもん本当に、うん、あまりに嫌いすぎて俺ハロウィンとかで見つけた瞬間にボコボコにしちゃいそうで、こう自分がこう自分でいられないかもしれん、チンポマンがボコボコにするかもしれん。本当に嫌いなんだよね。パン食べるものがもうないんでパン食ってます。173円の160円のパンと美味しい牛乳ですよな。今やね貧乏ちゃまですから、買い食いもできる余裕がなくなったんだよこっちは。や激安のさパン屋さん食っちゃってさ、
貧乏アピ、本当に貧乏だわ、本当に金がなくなったんだよ俺さ。税金取られて、保険料取られて、厚生年金取られて、家賃取られて、養育費払って、車のさ維持費も払って、お金ないの帰るから、だって前から決まってたもん。前からまだ俺が銀時代から決まって、あ、銀時代は海外行くのはもう決まってたよ。3ヶ月ぐらい前かな。まだその、決まってたよ、それは。あと、前、海外のまだ使ってないお金があるから、それをね、持っていくだけ。そんな贅沢はしません。インドなくなりました。インドはなくなりました。忍法くんが結局、生きた、なんか、結局、ダダコの、結局、揉めていかなくなっちゃった。ラジオ実はこん、まあこれは言わん方がいいかな、言うとまた問題になっちゃうから言わん方がいいかな、どうしよう、来たいラジオ、そうだね、中途半端は一番良くないから、もうここまで言ったなら言いますけど、本来であればラジオが終わった後に次いつやりますかっていうね案があるんだけど、なくなりました、まだ来てません。こちらからもう一回声かけるけど、今のところは予定が決まってません。はい、なんでかというと、スポンサーがつかなかったからです。あんだけね、スポンサーがつかないと終わりますよって言ってたのにもかかわらず、スポンサーが全くつかず、はがきの量はね、どこの、コーナーより、どこの番組よりも多くて、視聴者も一番高いんだけど、そのくせに、スポンサーが一人もつかないというですね、0円が続いちゃったせいで、やっぱりお金かかるじゃないですか。スタッフもいるわけだから。スタジオ代もかかって。だから、危機です。危機です。はがきというか、まあ、ネタメール、メールがね。結局、紙とか労働力だけはかかるくせに、お金が入らないもんだから、もしかしたら、ちょっともう、ちょっと厳しくなる可能性もあります。今後はね。無人島行きたいけどな、無人島も俺も行きたかったけど、でもさ、僕が行ったところでみんなに気遣うじゃん。何にもできないし、力もないし、無能だし、行動力もないし、無人島行きたいですよ。自分、俺だったら追い込んでから行くね、その代わり。お腹いっぱいで、そのもう携帯も全部取り上げる。自分がもし無人島行くんだったら、携帯電話を全部取り上げて、で、もう、パン一ね、半ズボン一枚で、上の服とかなし。で、寒くなったら葉っぱをちょん切って着る。作って着る。それぐらいの木、あれでやらないと、面白くなりようがないんだもん。スタッフなしも当たり前じゃん。あ、携帯は配信用ではいるけど、スタッフはいらないね。絶対、スタッフだけは、呼ばない。だから、お金が欲しいです。お金があればやれる。向こうに行くまでのね、お金、交通費と。それができないの、今。ベアグリルスみたいに、な、象のうんこをギューッと絞ってガーって飲んだりさ、あれぐらいのことやれよ。な、蜂蜜を取ってみてボコボコに刺されてさ、パンパンに腫らしたり。ベアグリルスはそれやって水を確保せよ。ヘビをね、ヘビの首切って、皮をビーって剥いで、皮におしっこ入れて、それをね、ガラガラヘビのね、ドリンクだとかでね、飲んでたもん。自分のおしっこを、ヘビのね、皮に入れて。それが本当のサバイバルだと思いますよ。僕も結構サバイバルのね、YouTube が好きでさ、男女が8人集まって裸んぼになってさ、それで一からやるやつだとか、あと、エドだとか、ベアグリルスとかさ、全部見た。あれはね、やらせはあるけど、ドキュメンタリーに近いから。全部見た。
全部見てますよ。沼娘にやらせて、そう、沼娘使ってね、やりたいんだけどね、沼娘。うん、なんかその合同キャンプを。ただ、Z が、あ、じゃあ Z じゃない、あの、忍法がさ、どうしようかな、忍法くんは。でも、謝ってんだよね。うん、忍法はね、こうやって謝、グループで謝ってんだけど、すいませんでしたって言って。うん、これ、本心で謝ってんのか、またね、一時的な感情でさ、こうやってやってるか分からんよ。ただ、ちょっとね、どうしようかなと思ってます。はい。警察にもね、つきまといってストーカーに当たる、ごめんね、俺、初めて今日来たんですよ。立花さんが書類送検されたじゃん、今日。つきまといって書類送検案件になる、の？相手が嫌がってんのに、待ってくださいとか言って、ずっとその、しつこくさ、その、そばに寄ったりするのって、案件に当たるの？俺、それ知らなかったわ、今まで。じゃあ、その、今さ、一人いるじゃん、なんか、一郎みたいな顔して、ハゲ。なんか、つまんない奴がさ、よく女配信者とか、そういうところにリアトツしに行って、なんか最初は自分のことただのリスナーだとかし、配信者じゃないとか言っときながら、承認欲求が強すぎちゃって、配信者になっちゃったやついるじゃん、一匹。あいつもさ、捕まんじゃねえの？下手したら。なんであいつは捕まらねえの？あの、承認欲求だけが強いやつ。なんか、ブロリにね、裸締めにされて、街の人に助けられてたやつな。ああ被害届出されてないからか。じゃあ出したらいけるの、うん、覚えとくわ。じゃあ出したらいけるって。あいつのせいで外配信がつっちゃう。あいつのせいじゃなくて、あいつ自身がつまらないやつがね、来るからつまらなくなるの。みんながつまんないと思ってるやつがしね、実際に現場にやってきて、そうするとつまんないじゃん。だってもともと面白くないんだもん。だってあいつ自身が、それでただ騒ぎたいだけの連中が やつが来るもんだからつまんないだけ。その人の素材にじゃあ面白かったのに、つまんないやつが混じったらまずくなるでしょ。こういう、例えば牛乳にさ、コーヒーね、コーラぶち込んだらまずくなると一緒で。そういうだけ。だから、あいつが来ても相手せずに、もう無視がいいと一番思うけどね、映さずに。なんか、私だったらなんとかなりますよ、みたいなさ、受賞とか、お尻とか、な。ダメだぞ、あれは。無視しない。調子つくだけだからね。ああいうバカは。そもそもが面白くないから。タモツ青子の囲いが2万渡知ってるよ。バカだろそいつも。ねえ、あのさ、女の配信者に突しに行ってさ、2万円渡したやついたじゃん。何やっとんのお前。1万円でいいのって言ってさ、1万円だったら彼と1万円渡してさ、さらに自分が金持ちアピールしたいかしらんけど2万円渡してさ、お前のやったことってさ、なんでもないよ。お前のやったことって、僕たちはやってませんの。顎の瀬太郎がさ、ヤンキーに絡まれた時に、ね、自分たちのね、後輩がヤンキーに絡まれた時に、ほんだ、これでって言ってね、5000円ポンと渡してね、ヤンキーが、こんなもんで許せるかって言ったら、ならこれで、バイプッシュ2万円渡してさ、お金渡してさ、それでね、サインナーライトって書いてるとやってること一緒だからな、てめえのやったことはよ。な、僕たちがやりましたのさ、ね、先輩の、よくわからんだろ言ってることは。俺もわからんわ。まあいいや、そんなやつの話でもしょうがない。うん。はあ、親方がまたひどい格好をしてます。もうね、いいでしょ。そういう年頃なんだから。うん。今になってはっちゃける人ってのは、僕もそうなんですが、若い時ね、小中高校とモテなかったり、ネクラだったり陰キャだった人間がインターネットを使って人のコメントを見てね、興奮しちゃっていても立ってもいられずにわひょーって言ってね、今になってはしゃぐんだよ。わかるでしょ？反発でゴムがグーって伸びてパチンって弾けた瞬間にその勢い余ってね、バーって突っ走っていくタイプだから。カッサンとか別にね、飢えてないだろ。まあそのエイブジュートはやったかもしれんけどさ、
ね、高校とかね若い時に遊んでたやつはそんなことしないんだよ。僕もそうですから。僕もね、うん、NG しとく一匹連投してるやつ。あ、ごめんね。なるほどね、くん。あんまり強くやるとこちらもね連投行為ということでやめてください。連投行為、うん、分かった。じゃあ NG しておきますね、君の連投がなくならないんで。はあ、もう NG 入れたくないんだけどな、あんまり。あんまし NG 入れることって俺好きじゃないんですけどね。うん、保つもいいね。じゃあ保つ入れとくわ、もう。じゃあ、ブロック、今入れていい？保つ。コメントにじゃあね、保つってコメントこれから入れます。うん、保つ入れます。あんまり初めて入れるの、これ。保つ。じゃあ、あと5秒ね。5秒間だけ書いていいわ。5、4、3、2、1。ブー。はい、もうこれでね、永久に保つというコメントは流れません。コメント NG だから、ユーザー NG はしてません。以上です。以上です。知らん。知りません。なんで？ないよないよ。もうないよ。流れないもん。あ、そうだ。明日だ。明日からアルバイトだ。今日休んだけど、明日からちょっと遠くに行きます。こっからね、自分の家から歩いて1時間片道。駅からだと、まあ予測されるから、まあ50分ぐらいで、45分から50分ぐらいで、自分の家からこっから歩いていくと、約1時間ちょいかな。うん、遠いよ、かなり。研修ってそんなことある？すごい遠くまで行くんだなと思ってさ。どの辺、言わない言わない、言うとちょっとあれだけど言わない、うん、随駅はいつ離婚しますか、うん、つかあいつ父親として僕が言うのもなんですけど、向いてないと思うんだよね。普通奥さん優先で、奥さんファーストで動くにもかかわらず、あいつ自分が逆上したらさ、口の中にベビーローションガーって飲んでさ、怒ったふりするじゃん。なんか冷静に話ができないもんだから、いつまでたっても自分が赤ちゃんじゃないの、かまってもらえないからってさ、ね、ベビーローション飲んで、だから何って感じやん。そうすれば俺はちょっとね、気が狂って怖くて怖い人間なんだぞって言いたいかもしれんけど、やってることはただのバカだよ。いい年した女がね、ガーってガチ切れしたからってさ、ベビーローション口の中に入れてさ、で何って話やん。いい加減大人になれよ、お前。いつまでさ、子供おじさんやってんの？お前が逆に赤ちゃんになりたいの？なあ。堂々と言いたいことがあるならさ、配信消して向き合ってええよ、奥さんと。うん、と思いました。それが黙ってさ、ねえ、言われたくなかったら稼ぎに行ったら、はい、これだけって言ってさ、お前の稼いだ金額全部渡せよ。何もやってないじゃん。働くこともせず。俺みたいにアルバイトするわけでもなく、家でゴロンと寝転がってさ、なあ、赤ちゃんの世話ちょっと泣いたらすればっていいぐらいの簡単な感覚しか持ち合わせてないんだろ。幼稚園も咲かさず、ねえ、ミルクも作ってるかどうかわからんし、ねえ、何もしてねえちょっと変わらないよ、お前。なあ、そんな気持ちで結婚するんだったら、赤ちゃんがかわいそうだよ。ねえ、いや、働けよって思うよ、普通に。僕の子、ん？先パチとパチコ？あっち、北海道にいるよ、北の国で。でも俺はちゃんと毎月ね、養育費払ってる。一回も欠かさずに、養育費はね、払ってますから。決められた金額をね。ホッタのミルクは豚骨風味、そういうこと書くね！なあ、怒るぞ俺だって。ホッタミナミさんに対してね、ホッタの母乳は豚骨スープ味とかさ、失礼なこと書くなよ。セクハラですよ、あなた書いてることは。福岡イコール豚骨っていうさ、固定概念やめてくださいよ。誰が考えたんだよ、そんなこと。読むなって書くなよ、じゃあ。読まれたくなかったら書くな。俺は何でも拾うからな。俺はね、プロレスラーってさ、どんな技でも受け切れなきゃいけないよね。避けちゃダメだ、プロレスラーって。俺もニコニコプロレスラーとしてはさ、な、全部コメント受け取ってるよ。NG してないんだから。
タモさんっていうのやめて、タモツが NG 食らったからって言って、僕のことをタモさんっていうタモリみたいに言うのやめてください。今度俺、タモさんも NG しなきゃいけなくなるから、そうすると。な？タモツくん。恥ずかしいからやめ、その言い方も。その言い方も、すごく恥ずかしくして、俺、顔が赤くなっちゃうんで、やめて。うん、いや、もうつまらん、名前つけるのも。よいしょ。明日からはさ、また鬱になりますよ、もう。キューパーさんの妊娠知らない、嘘なんじゃないの？で、それも怪しくない？ね、キューパーさんが妊娠したってさ、だからもう充電がね、2% しかないから、見たら。電話しようと思ったけど、充電が 2% しかなくなっちゃった。ちょっと、充電器はねえや。終わるか知らん。まだなんか適当なこと言ってるかもしれんし、わかりません。フガジーね、またこうやってね、フガジーくんもね、本当にまだなんか取りつかれてんのかな、うん、赤字お尻冒涜だ、再教育する小船ママ一生アイス、はい、なんかよくわかんない人が多いよね、うん、よくわからん人が多いですよ。フガジユも生きてるし、クマっていうですねおっさんも毎回女の名前の人パチャって取って自分でねあげるんだけど、この間庭さんと取ってたわ、ついに、うん、なんか見た目なんかクマっていうやつ。ワンコはまだ取りつかれてる。ワンコとテケタはまだね、小船さんに取りつかれてます、まだ。ラジオ未定です。でも小船さんのやつはさ、なんでみんな死んだことにしてんだろうなって、本当に不思議でしょうがないんだけど、だって亡くなったっていう証拠も出てないわけだし、ニュースにもなってないし、その中でネットだけの噂だけで亡くなったって言うけど、そんな証拠ないじゃんって思うんだけどね、まだ、うん、まあそうしたい税がいるかわからんけど、ね、知り合いでも親戚でも家族でもないのにさ、なんでそんな情報が伝わってんだろうということしか俺は思いませんけどね、まだは。は？リリピに憑依したじゃん。それを言われますと、ちょっと返す言葉がないんで、この辺に留めときます。ごめんなさい。うん、そうですね、そうだよ、そりゃそうだな。うん、そりゃそうだ。いや死にますよ。そりゃそうだね、うん、はい。フェンスやん？何？ああ明日バイトか。明日はなんと何時間だ？明日何時間だったかな？結構あったんだよな。ねえ、ちょっとさ、俺マクドナルドやっていた人にガチで個人指導してほしいんだけど、レジの打ち方わかんなくてさ、でメモ帳買ってきたのね、このメモ帳か100均で、これに書いて覚えることにしたから、今度ちょっと聞いてみるわ。いや押し方が全然わかんなくて、照り焼きチキンバーガーセットとかさ、チーズバーダブルチーズバーガーセットダブチとかさ、なんだよダブチって、わかんねえ、これ略し方してもわかんないしさ、レジやって、ね、この間レジやってって言われたけど、でわからんかったのね。で結局できないもんだから、ちょっと後ろに立って見ててくださいって言われた。えずーっと立ってるの、こうやってね、こうやってポケこうこういうこういう状況、もうこれこうやって、こうやってチラチラ見て、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。少々お待ちください。お水はいかがですか？こんなのずっとやってた。うん、声出し。部活練習の声出し。それを赤服着ながらずーっと立たされてた。マジで。
ヤミンとか、いや、ヤミンとヨナズンがやってたの。あと誰、マクドナルドでバイトしてた人誰、マジ聞きたいのね。本当に聞きたいの。いや、あの、なんで配達員なのにレジ打ちかっていうと、配達やってない時は中に入って、なんかやれって言われたんだよ。要は配達ない時もあるじゃん。例えばね。注文がない時。その時、ボケーとね、するんじゃなくて、なんかその、店内でやれることやってほしいって言われたから。勝木って子もそうなの？うん。オールマイティにできるようになってほしいみたいだけどさ、わかんない。うん。だから作り方をさ、実践させてほしいよね。なんか、これはこうで、これでわかりましたかって言って、入っていっちゃうじゃん。じゃあ次やってみてって言ったらさ、その場でさ、やらせて、ね、体験でやらせてくれれば覚えるんだけど、それがなかったからわかんなくてさ、結局、頭で覚えたけどすぐ忘れちゃう。っていうのがパターンです。使えないかも。なんか使えなくても首にはされないと思います。されたらまあされたってしょうがないか。マクドナルド首にされたら次俺モスバーガー行くから、モスバーガー行って ロッテリアに行くから、次首にされたらね。でも自分からはやめたくない、入ったんだから。俺結構ね、意外と自分からやめないったりしないから。バーガーキングどれが一番楽なんだろうね。え、モスバーガーの方がもっと大変なの、なんで。俺ファーストフード、ん、何の縛り、ハンバーガー縛り、バーガー縛りしたい。ハンバーガーマスターになりたいの。バーガーマスターになる。バーガーマスターになりたい。で、すべてのハンバーガーについて語れるようにしたい。んで、先発に教える。どのハンバーガー屋が一番美味しくて、どのハンバーガー屋が一番まずいとか。僕の好きなハンバーガーは、あ、今ここで言うとちょっとね、いろいろと問題があるから言いません。おすすめのバイトないかな。ケツゲバーガーっていつの時代の話だよ。古いわ。ケツゲバーガーって相当古い話だろ、それ。なんかその流出したやつだろ。なんか女の助教師のやつが。やめてやれよ。いい加減にしとけよ。はい、じゃあね。終わるか。残り2分だし。じゃあありがとうございました。皆さんね、昼間から見てくれて、うん。昨日の公式放送が一番、何昨日の公式放送って、なんかやってた？見てないんだけど。見てない見てない。イノシシには行かない。見たいのないもんだって。シャームって、これシャムって書いてあるけど、こいつ本物？このシャムさんって。このシャムさんって本物の人なのかな？4K 偽シャム？本シャム？どっちなんだろう。聞いてみようかな、チャット GPT。あ、本物、あ、本物なんだ。イノシシに誘導して過疎で困ってるつつが面白くねえじゃん、あいつ。どうせこんな風に横になりながらさ、あんこが今日の面白かった。いつもつばらん系の同じことばっかり言ってんの、ね、どうせおめえなんかな、マクドナルド1日か2日くらいでやめるにやろうと言ってさ、ぐだぐだ悪口言ってるだけじゃん、あのハゲつまんねえもんだから。あいつ女ができたからつまんなくなったよな、そのぶねえよくわからん若い女と付き合ってからさ、本当につまんなくなったよお前って。なんか何かしたいかもわからんし、目標がないじゃん。ただのんべんだらりと配信してクリショーが欲しいだけでしょ、ね、ギフト待ちの釣り堀みたいなことやって笑えないというか面白くないもん。なんか、苦労してるっていう感がないもん。だらしなく遊んで、儲けた金でパチンコやってさ、なんか、さ、楽して生きようという気が向いて、もう、ハングリー精神のかけらもないから、もうダメだと思う。ただのね、こじき。なんか、その、頑張ってます感がないから。そんな感じ。もう、あの、Z についてはもう語ることもなく、ただのつまんねえおっさんという評価です、僕の中では。ほんじゃあね、ありがとうございました。見てくれてありがとうね。明日から、明日ちょっとまた夜をバイトが終わってから配信するかもしれませんね。うん。またちょっとマクドナルド日記も書きますんで、楽しみにしてください。じゃあ他の配信荒らしに行かないでくださいね。くれぐれも。迷惑なんで。じゃあわーわー言うとおりますが、明日はアルバイトです。遠くまで1時間、片道1時間のところに行ってきますんで、お楽しみください。わーわー言うとおりますが、お時間です。さよなら。